おはようございます。3月9日第258回ココナカイ金魚ラジオになります。昨日またね、なんだっけ、昨日あげたのは自宅のやつの赤目とかね、あげました。赤目と、あとまあ静岡の売れ残りでずっといた頭がね、赤いやつ、あれもちっちゃい時は黒っぽくてね、そんな片鱗が見えなかったんですけど、ここに来て一気にね発色し始めました。まあちょっと墨がね、薄めになってるんで、黒いところに移すべきなのかどうかちょっと悩んでるところなんですけどね。ただこれはこれでかっこいいんじゃないかなっていう。でね、まだまだ静岡の売れ残りっていうのがいっぱいいてまあ僕がなんで魚をそんな持ってるのかっていうと、まあ普通に考えてね、豊洲さんからもう大量に仕入れたんでね、静岡で販売するために。でそれの搭載がねほとんど売れなくて残ってうちにいるんで、まあたくさん数がいて当たり前なんですよね。なんでイベントでちょっと皆さんに知ってもらおうと思った結果、結局搭載以外の魚を関東の人が最終的に後で買ってくれたっていう、まあ不思議な構図になってしまったんですけど、でまあその時搭載 PP 映せなかったんでね、もう写真くださいっていうのがすごすぎて写真対応不可能ですって話にして、ただ物は全部いいですよって言ったらやっぱり買う人は少なかったんでね、それで残った分が今大きくなって、うちには大量にいる感じです。まあもちろんその前に譲ってもらったアビーね、いろいろ、まあ、動画に上げて紹介してくれてありがとうっていうところも含めてで、まあ、いろんな魚ね、買ったり、まあ、ちょっと譲っていただいたものもあるんですけど、まあ、そこはね、やっぱり、まあ、一緒にいるっていうところでちょっとお世話になってしまっている部分があるんで本当ありがたいですね。って感じで、まあうちに住み分けがたくさんいるっていうのは、まあ基本的にはそのアルビノ分けも今まだ15、6匹いるしって感じなんですよね。結構気合い入れて、仕入れた分がほとんど残ったので、そこが残ってないとだいぶ減っちゃうんで、多分紹介できる魚もね、ごくごくわずかだったんですけど、まあ、静岡持ってくんだったらいいの選んでくれるって感じで、まあ結構すごい選別をしてもらったんですよね。でキャリコの方が売れたりして、キャリコの方がいなくなっちゃったんですけど、黒いやつがねかなり残ったんですよね。で黒いやつかなり残ってて、でまあちらっと写真送ったぐらいだと値段話すのもいらないですとか、そのまま音信が途絶える方が多数いて、あでもこんなんだったら別に俺も売らなくていいやと思って残していた結果、とても素晴らしい魚になっています。なんでね、まあ魚って自分で見極めるの大変だとは思うんですけど、逆に分からないときはね、その豊洲さんのおすすめっていうことでね、だから逆に言うと僕はそのおすすめを大量に買うことができたんでラッキーだったっていうことですね。まああの時は焦りましたけどね、全然売れなくて、うわどうしよう、なんか風呂敷を広げるだけ広げては回収できねえやと思ったら、まあ、結果、ね、親は全部売れて、まあ、親も残そうと思ったやつまで売れちゃって、搭載もね近場の人とか、まあ、元々仲いい人が買ってくれてねって感じで、ちょいちょいと減ったんですけど、まあその中で残った搭載はねやっぱり素晴らしい魚でした。なんでね、本当、まあ昨日今日の夜動画上げようと思ってるやつで、まあ、某ショップさんというか、まあ、動画に上げてるんで分かると思うんですけど、ちょっと遡るとね、巨匠セレクトもしてもらったんですけど、まあ、残ってた魚で1年ぐらい残ってた魚をね、たまたま一緒にいたからちょっと見てくださいって言って、どれが良くなりそうですかって言ったらこれだっていうのを、まあその時は炭焼きにそんな興味なかったんでね、まあとりあえず一匹買ってみようか程度だった気がするんですけど、まあこれがすごいんですよね。多分朝のラジオとかでたまに映ってるんで見てる方もいらっしゃると思うんですけど、で初めて水槽に入れてちゃんとね撮ってみました。まあ今までは来た時に撮っただけでね、だそれが撮ったな、そう撮ってますよね。あんな感じのやつがこうなるんだっていうのを、まあ、皆さんに認識していただけたらいいのかなっていうふうに思っています。
まあ、正直僕もなんか色が最初ぼやけててこれがすごい良くなるんだぐらいの感じだったんですけど、まあ、実際育ててみるとああやっぱりその小さい魚からねどういう風になるかっていうのをちゃんと見ながら魚を育てられてるんでね、まあ、やっぱりその自分で作った魚だけあってねどういう風になるっていうのを、まあ、それもしかも何年も何年も何年もずっとやり続けてるんでパターンっていうのが大体わかるみたいなんで、だそこでうまく選別されてるからいい魚が残るんでしょうねっていう魚なんでね、まあ、今日の夕方の動画はちょっとまあ、必見なのかなと僕は思っています。それともう一匹静岡でもう一匹売れ残ったやつですね。これも売れ残りなんですけど、まあ、こいつもちょっと最近ね水槽に入れて餌食わせ出したら一気に伸びて、まあ、やっぱ血統なんですよね。で水槽だと炭がちょっと薄まるんで、ただ水槽から黒いところにあるとまた閉まるんですよね。だそこの繰り返しで、本当はその昨日動画上げた個体や写真インスタに上げた個体はもっと青っぽかったんですよね、水槽の時は。だけど今黒い船のオスの方に入れてるんですけど、まあ、そこにいたら一気に炭が出てきて強くなって真っ黒になっちゃいましたね。だドドメ色って思ってたんですけど今はちょっと黒い系だなとは思ってるんですよね。ただまた白い洗面器とか入れてね太陽光で撮ったりするのと違うのかもしれないですけど、残念ながらちょっと尾びれにねなんか奇形というか何かあるんであれなんですけど、ただ子供撮ってみた感じでそこが遺伝してる感じじゃなかったんで、もしかしたら後天的な何かでおかしくなってしまったのかもしれないですね。なんで遺伝してないからちょっと一安心ということで、種親としてはねすごい優秀な魚なんで使い勝手いいなと思ってます。であとはそのね3歳のオスに当てたメスっていうのを紹介してます。でこのメスを当てたっていうのはギンギンが強いから、ね、もう本当は体型とかっていうのはもっとあれなんでしょうけど、まあたまたまそのマッチする魚がいなかったんでね。僕の理想としてはトエツさん体型、トエツさんの炭焼きの体型でギンリンがバリバリに乗った赤目の船を作りたいっていうところなんですよね。でサイズも伸びるし、あと小顔でね体高あってギンリンがすごい入っててっていう、まあ、あわよくば炭が残ってくれたらいいねって、まあ、多分消えると思うんですけどっていう魚を作りたいんですよね。そう考えて、まあ、トエツさんの魚とその浜松から来た、アルビノ、まあ、一応アルビノの船オアキンで来てるんですけど、多分赤目にし強いんですよね。だからそことかけて、まあ、今この子供たちですね、いわゆるヘテロが取れてる赤目アルビノの印象を持っているヘテロスミアキンという感じですね。だからちょっとまあ、もしかしたら何匹かがポスターに持っていくんで、もうちょっと大きくなったらね、その時に、まあ、もし買われる方がいたらね、まあ、ただの炭焼きとしてというよりはそのペアで揃えて繁殖を考えてもらう、もしくは赤目アルビノとかけてもらうっていうのを考えて使ってもらった方がいい魚だと思うんですよね。純粋に自分で人工授精やったんで、あのメス、まあ、メス親がもう赤目なんで確実に印象入ってるん でそこにオスもまあ1匹しか当ててないんで絶対間違いないんですけど、まあ、メス親が赤目ってことで赤目の印象を持っているトエツさんの炭焼きの血も入っている魚っていうのができたんですよね。で昨日よく話した通り銀鱗のものを作りたいのとキャリコ柄で黒が青やとか残るようなやつが作りたいのもプラスして、そこは体型がねなんていうんですかね、小顔で体高がある魚を作りたいっていう、これはまあ船尾のが僕はかっこいいんじゃないかなと、開き尾じゃなくて船尾でいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。なんでちょっと今までとね違ないものだったりそういうのを出していかないといけないと思うんで、まあ、僕自身がね理想とする魚を作りたいっていうことです。でかつね、まあ、ここで本当その炭焼きの血を入れたっていうのはすごい良かったなと思うのは、やっぱり子供が炭がかなり出てるんですよね。
なんで炭が出てるから飼ってて面白いんですよ。これがもしね、まあ、なんても言えないですけど、あんまり特徴のない魚だったらね、これで赤目次作るまで出てくるまで育てるのなんかもうなんか嫌だなとかって思っちゃいそうなんですけど、まあ銀鱗タイプもいるし、キャリコ柄のやつもいるし、で炭が乗ってるそのオス合いにちょっとね似てそうなタイプのもいるんで、まあ純粋にこれが親になった時にね、まあ、あとは体型が良くなってればね、ちょっとメス親の体型が僕自身納得はいっていない魚なので、そこに似てしまうとちょっと嫌だなっていうところがあるんですけど、だからそこに似てる魚極力排除してね、豊洲さんの魚に似てる魚で取っていこうっていうのは、まあまあこれやっぱり選別しないとダメなところなんだと思うんですけど、ただ数が多分3,40しか残ってないんで、まあ、僕が下手なんでねいけないんですけど、まあ、そこまで選べるのかなっていうところはちょっとありますね。ただまあ基本的にはタイプで残して、まあ、そこで取って次の腹で出た魚でねまた体型をやるっていうふうに考えるしかないのかと思ってます。まあ、一応 F1 なんでね、まだ F2、F3 になった時にどういうふうになってるか、ただまあ F1 で出なくて F2 でね初めてその保護体が出るっていう感じなので、まあどうなるのかなっていう感じですね。なんでまあそこは自分がすごい楽しみな感じでやらせていただいています。あとそうだ、コメントいただいてたの全然返してなかったんですけど、まずいつもいるね、名前っていうのかわかんないですけど、ひとりさん多分ハンドルネームだから大丈夫だと思うんですけどね、かなり買われたと聞いています。一番抜きはずるいなっていうふうに、まあ、僕もよく言われるんですけど、ね、そんな感じです。で、本当にいい魚いっぱい入ってるんで、今どれぐらい売れちゃってるのかわかんないし、今日多分お休みなんでね、まあ、僕も連絡しないからあれなんですけど、なんかもう見てる場面でだいぶ売れてたんで、でそこから多分ねお客さんまた来るって言ってたんで相当売れてると思うんですよね。そう、まあ文次郎さんはちょっと会の方でもお世話になってたりとかして、豊洲さんとも親交があるんで、まあ、今多分文次郎さんのね食いた船木結構人気あると思うんですよね。でも、まあ、やっぱりいろんなタイプ食いた船木にもあると思うんですけど失礼しました。まあ、体型もね面白くて、ね、色も面白くてっていう感じで、でやっぱ池で飼ってるんでしょうね、すげえでかくなってるんですよね。まあそういう方とね、まあ、鯉もやってるし玉サバもやってるしねっていう、本当プロの方とねちょっといろいろお話しさせていただく場面もあったりとかね、まあ今後もまたそういうんで機会があれば、まあ、直接文次郎さんのところ行ってみたいなって気持ちもありますしね、まあいろいろとちょっとやっていきたいことはあるんで、まあ仲良くさせていただけたらこれからもねありがたいなと思っています。なんで一応僕たちは船金の人たちとも仲良かったり、まあいろんな人と仲いいですよね。まあ、この間日本オランダの方も紹介させていただいたし、まあ、豊洲さん自体がねめちゃめちゃ金魚歴が長いんで、でまあ師匠がまたすごい師匠がいて、でそこのね一緒にやってた人たちっていうのもいっぱいいるんで、ね、なかなか僕がびっくりするような方を簡単に引き合わせてくれたりするっていう ねとんでもないお方なんですけど、なんでまあ本当、いろんな金魚のね情報を得たりして、まあ、そこからそれがね、ここにつながる、あっちにつながる、こっちにつながるっていろいろあると思うんですよね。だからただの金魚だからってね、つながりがないっていうふうに思っちゃうとあれだし、まあ、実際今こういう魚が人気なんだよねっていうのもあると思うし、まあ、大阪ランチューね、この間ちょっと大阪ランチューやってる人が久しぶりに話して、まあ、僕金魚生活買ってなかったけど、カードさんがなんか面白い記事書いてるよって話だったんで、まあ、金魚生活、もう次の号が出る頃なのに、前後買ってないやと思ってちょっと探さないといけないなと思っています。僕は本とか最近あんま買わないんで、まあ、古い本はよく買うんですけどね、新しい本っていうのを、まあ、爬虫類も含めて全然買ってなくて、
で、まあ、YouTube もほとんど人が見ないんですよね。まあ、全然違うジャンルの YouTube は見てますけど、はい、今流行りは成田悠輔さんっていうね、あの東大を首席で卒業してイェール大学っていうところで助教授かなんか准教授かやってるっていう方の、まあ、この人の、ね、話が切れ味があって面白いなとは思ってるんですけど、まあ、政治家にもねガツガツ言っちゃうとかねだからまあ本当ね、あの間違ってることはでも間違ってるって言えるような世の中にしていかないといけないと思うし、で間違ってる人がねあの幅を利かせてるっていうのは良くないんで、だから僕は間違ってる人がねあの間違ってるよって言っちゃうんで、うん、そこはねなんかあの間違ってて、まあ、僕も間違ってることいっぱいあると思うんですけど、ただ人として間違ってることをやってる人っていうのは許せないのかなと思ってます。だそういう人間にはならないように僕もやっていかないといけないと思いますし、まあ、今後業界がねあの盛り上がっていく中でねあのやっぱり人を大事にできる人たちじゃないと多分業界ってのは良くならないと思うんで、人を大事にするということを考えて、僕たちの仲間内はねやっていきたいと思っています。そんな感じで、あとそうだもう一個ねそうコメントがあったのを忘れてました。すごい長い長文書いていただいてね、あの返そう返そうと思って、なんか昔金魚やってて一回ちょっとやめちゃって戻ってきたら銀鱗とか墨が流行っててかっこいいなと思うコメントでしたね。これ僕と全く同じ状況ですね。僕も15年前ぐらいまでやってて、でまあ熱帯魚も好きだったから淡水泳やってガーパイクやってエンドリケリとかそういうのいろいろやったりして、ちょっと、まあ、一回離れてそこからまた爬虫類に行って、でまた金魚に戻ってきたって感じなんですけど、そう僕が行った時は東海錦がちょろちょろっと出始めた時ですね。日本オランダもそんなにいなかったの。いや逆にあのアルビノ系はねすごい充実してましたね。先ほども話したその、まあ、入江さんっていう方、あの師匠、豊田さんの師匠ですよね、がやっぱり魚バンバン作ってて、それをあのリーボックスさんも今なくなっちゃったんですけどに持ってってたりしたんで、あの時期が合うとうわめちゃめちゃ入ってるなっていう感じだったんで、逆にその辺が昔は充実してて今はねあまり見かけなくなってしまったっていうのは寂しいんで、まあ、赤目アルビノの研究会を作ったっていうのはそういうところですね。僕自身はあの面識は全くなくて、ビーボックスさんで何度か見かけた程度っていう感じなんですけど、入江さんのことはね、ただやっぱり話を聞くとすごい人だよねっていう話ですね。なんでそういうまあすごい人の下でやってっていうのはやっぱり大事なのかな。だから僕は豊さんはね下でやって、いろいろ見させてもらって、まあ、考え方とか作り方とかね、でなんで魚がこうなるのか、でなんでこの魚じゃダメなのかっていうのを聞きながら、まあ、今そこで僕自身もよく考えてるのは、まあ、前はあの量を買って大きくしていいのが何匹か取れたらいいな、最初それでしたね。でもそれって無駄が多いし、まあ、じゃあ残った魚どうするのって話になっちゃうんで、はいすいません花粉症なんですよね。でそこを考えて今はもう僕自身いっぱいいっぱいになっちゃってるんで、まあ、まあ余計な魚買ったりもしてるからいけないんですけど、なんであの、まあ、買う魚に関してはピンポイントで今度買えるようにしていかないといけないなっていうふうに自分で考えています。まあ、やっぱりそうすることによって数を減らしたことによってね、その魚に対しての愛情を増やせるというか、まあ、手をかけられるってことですよね。やっぱり自分でやっててここまでが限度だなっていう程度はあるんで、ここを超えるってなると、まあ、サイズを変えたりその、まあ、水替えの仕方を変える、餌やりの仕方を変えるとかいろいろやらないといけないと思うんですよね。だ今現状でやるにはもう確実にいっぱいいっぱいのところまで来てしまって、で僕自身がね魚を手放すっていうことはあまりしたがらない人間なので、来た魚に関してはそのまま残そうとしちゃうんですよね。だそれは習性なんでしょうね。僕は収集癖があるんで、あの集めたものはもう集めて出さないみたいな感じなんで、だから魚はもうこれだけ集まってしまうとやっぱりそれ一匹一匹に愛着があってね、じゃあこれでもなんか出すのもったいねえなとかそういうふうに思っちゃうんですよね。ただまあそうすることによってその魚自体があの最終的に全てを良くする方向に持っていけなくなってしまう可能性があるので、まあそうならないようにまあ水槽を大きいのに移動してちょっとやり方を変える、魚をねあの買う
回数を減らす。でもう本当に自分であのこれだとか、あとおすすめされた魚のみにするようにするっていうふうにしてます。じゃないとあの、まあ、パンクしてしまってるっていうね。であとはまあ自分で増やすから、もう増やすのも考えるとね、確実にそんなにたくさんいたらどうにもならなくなってしまうので、だもし買う時っていうのはまあ基本的にはあの厳選した魚を買って、自分でその、まあ、あとは自分のその目をね磨くチャンスなのかな。これってこうなるよねっていうのは理解しているのと、まあ、これかっこいいから買ったけど抜けちゃったよね、あの時かっこいいと思ったから残ると思ったのにじゃなくて、まあ、最悪これ抜けるかもしれないけどワンチャン残ったらいいなっていうレベルな感じで、変えたらいいのかなと思ってます。でこいつは残るなって分かったらそれはもう黙って買います。まあそういう感じでちょっとやっていけたらいいのかなと思ってます。だから出来上がった魚を買うって簡単だと思うし、うん、あれなんですけど、ただまあやっぱりお金もかかるし、やっぱりその争奪戦も激しいしって考えると、やっぱりその自分でね、いっぱいいる中からこういうのを選ぶんで、これが抜けるとっていうのを作ると、まあ魚あ作るというか、まあ自分の目をね養うとすごいいいのかなと思っています。金魚やっててね、ずっと横のまま一直線で行くんじゃなくて、できれば右肩上がりで、なだらかでもに近くてもいいけど上がっていきたいと思うんですよ。ということはやっぱり上がっていくに関して、その魚の成長方法だったり魚の見る目、でこれがどうなるかっていうのを全部ちょっとやっていかないといけないと思うんですよね。じゃないと例えばじゃあそれで10年やっててずっと横のままだったものがね、あと10年やっててもその1年目と変わらない、まあ、変わらないって言っちゃうと全然ね、もちろん経験は積んでるんで違うと思うんですけど、そこをなるべくちょっとでもね上がる率を上げていきたいなっていうふうに自分で、まあ、知識なりそのね眼力だったりっていうのを上げていかないといけないと思ってるんで、まあそういう方向でね僕自身は動いております。なんでまあこれはまあ自分自身で向上したいっていう、まあ、金魚に対して向上したいっていう気持ちのあれなんで、別に仕事でもないし、まあ、強制されるものでもないし、ただやっていく上でその趣味をね極めたいって、多分金魚を極めるのは多分無理だと思うんですけど、ただやっぱりその、ね、趣味の中である程度自分がね楽しめて、かつ、まあ、いろいろ面白いことができるようになるっていう状況を持っていくっていうのは、そういうのをやらないといけないのかなというふうに考えてます。なんでまあとっても難しいですけど、まあでもそれができた時っていうのはとっても楽しいし、ね自分で抜いてきた魚がめちゃめちゃ良くなったら、うわこれすげえ良くなった、買って良かったよねっていう感動も味わえると思うんですよね。まあもちろん魚を作れば作ったであれですし、で作った時にね、あ こいつ墨落ちねえでこんなのが残ったよっていう、多分感動を豊洲さんその時すごい得たと思うんですよね。いやそういう感動をね僕も味わいたいし、まあ、あとはこういうのを聞いてくれた人に考え方だけでもね分かってもらえたらいいのかなと思うんで、まあ、その中でね努力してねそれができた人の何割かがそういう感動を味わえたりするかもしれないんで、まあ、もしね聞いてる中で本当一人二人でもそういう方向にね進めたら、今後の金魚業界にとってそういうのはすごいプラスなんじゃないかなと思っています。まあ、もちろんその伝統の方をね取る方も大事だし、まあ、でも新しいものを作っていくと、例えば100年後にね、まあ、同じ金魚の形が流行ってるかっていうと、まあ、だいぶ変わってると思うんですよね。だからそうやって考えると、うん、やっぱりこの形っていうのはある程度は基準は設けてるけど流れていくものだと思うんで、うん、だからそこに対応できるような考え方、また新しい、ね、やり方、まあ、あとは遺伝情報をしっかり頭に入れる、まあ、データとして残す、そうすることによってその掛け合わせた時にどういう答えができやすくなるかっていう傾向が分かるっていうのが大事だと思うんですよね。これはまあ生き物なんで当たり前なんですけど、遺伝するものは遺伝するんですよね。で遺伝しないものももちろんあります。ただ遺伝するものは遺伝するので、そこの遺伝情報を知ってて損はないんですよね。
だ絶対そこは偶然出たからこれラッキーってだけじゃなくて、だからドラゴンスケールっていうのがしっかり確立して、今あの鱗がない魚っていうのが作られてた、鱗が大きかったり少なかったりする乱れた魚がね、あの確立されてきて、ただそれは誰もあの今までの人たちは多分気にしてなかったと思うんですよ。ただ新しく作ろうという時にそういうのが出てくるんですよね。まあ、じゃあ100年後にドラゴンスケールは本当超一般種になってるかもしれない。まあ、錦鯉でいうドイツ鯉みたいな感じになってるかもしれないですし、品評会でねドイツねなんのどみたいなのがあるんでね、あそういう方向に持っていけると思うんで、まあ、だって東海錦って当時なかったわけですからね。だから東海錦ができて、あこれ綺麗な魚だよね、まあ、実験系からこんな綺麗な魚の流れで作ってこれいいじゃんっていうんで、今はねあの確立された地位を築いてると思います。だそういう方向に持っていく人っていうのは何かしらね頑張ってやっている人の中で出てくると思いますん で、あとはそれを盛り上げるためにねやっていけたらいいんじゃないですかね。だか基本的には前を向いてね、あのやましいことなく、ね、正しいことをしてねやっていければ楽しいと思います。まあ、やましいこととかね、なんかそあの負い目があったりすることをやってる人っていうのは、まあ、どうしてもねあのなんか変なことをよく言ってたりするんですよね。まあ、それはやっぱり自信がないからだったりやましいから、まあ、そういうのがないような状況で頑張れると、まあ、本当に楽しいんじゃないかなと思います。で僕は一応そういうのはなくやってるのでとっても楽しいですね。という感じで、まあ、楽しく、せっかく趣味でやるならね楽しくやるべきだと思いますし、で僕自身はあのいい情報だったり、まあ、聞いてる皆さんが得になるような情報はちょいちょいあの小出しに入れていきます。まあ、言えないこともいっぱいありますけどね、これ言っちゃまずいなとか、ね、これ言っちゃうとみんなに怒られるねとかねあるんですけど、あの僕自身やっぱり業界あの爬虫類業界ってアクア業界のつながりがとても深くて、いろんな情報が入ってくるんですよね。なんで本当、なんでそんな情報知ってるのとかっていう情報とか、まあ、逆になんかその手の人たちより詳しかったりするような話もあるので、でなんでまあやっぱりそうやって話を聞いてるとね、あの真っ当な商売をしないといけないなっていうふうにいつも思います。まあ人の噂は本当ねあっという間にあの広がるんでね、まあ、嘘はね嘘で、まあ、嘘で広がっちゃったら困るんですけど。ただ本当の噂っていうのはあっという間に広がってね、で嘘は僕はちゃんと打ち消していきますので、ただ本当の話に関しては僕はここで触れないこともいっぱいありますけど、まあ、真っ当にやらないとダメだよねっていうところだと思います。そんな感じで今日はすごい長くなってしまいましたが、夕方、動画の方を上げますので楽しみにしていてください。ありがとうございます。